4月29日から5月11日にかけて、東京、東京ミッドタウン日比谷日比谷三井カンファレンス 8.9F イベントミュージカルの広場が開催される。これは、4月26日から5月19日まで東京ミッドタウン日比谷で行われる観劇フェスティバル日比谷フェスティバルの一環。ミュージカルの広場ではトーク、ショーやセミナー、コンサートなどが連日開催され、トークショー。ゲストには振付師の桜木亮介、早桐聖奈さん、浦亮介、保坂千鶴らが名を連ねるほか、中居智彦と山口晃子が出演するコンサート明日は、にはミュージカル音楽監督で優美。記者の塩田明宏、セミナープリッツ先生の音楽ノートにはこう、師としてジャージー、ボーイズで知られる、三谷康博が登場。さらにトーク&パフォーマンス女優クラブ×演出家、板垣恭一には、女優クラブの源真子、関谷春子、万里沙、宮沢絵馬、マリウエニクは、演出家の板垣恭一が参加する。なお一部公演はすでに予定枚数を終了しているが、満席の場合も前日ラッシュチケットがウェブ上で販売される。詳細は公式サイトで確認を。